実況者とヤンデレちゃーん、ほーやー、節約休息だよ。今回はこのゲーム、実況者とヤンデレちゃん、最近結構話題になってるゲームらしいんで、結構知ってる人が多いかもしれませんが、このゲームはね、主人公はゲーム実況者で、その主人公に対してヤンデレが押し寄せてきます。ヤンデレのファンがストーカーしてきます。そんなストーカーのヤンデレちゃんを論破で退けようっていう、そういうゲームです。で、今回はゲストでこの方に来ていただいております。というわけで自己紹介お願いします。よー、ミラッシュ、久しぶりじゃの。バックステップの神様じゃ。というわけでね、バックステップの神様がね、前回の高速回転寿司っていうゲームから9ヶ月の時を経て久しぶりに登場していただきました。そんなに経ったのかの。結構時間の流れて早いの。そうですね。では始めていきたいと思います。おう、じゃあ始めの方をクリックしてくれ。わかりました、いきます。ところでバックステップの神様さん、この最近ネットの方でなかなか姿見ませんでしたけど、その間何してたんですか。わしか、わしは世界中のコンビニ渡り歩いてたぞ。まだなんでそんなこと。わし結構コンビニ好きたんじゃ。24時間営業しとるし、何よりいろんなもの売っとるから。そう、まあ確かにいいですけど、すごいですけどコンビニ。とこで刹那圭介、こんなこと知っとるか。何ですか。ハワイにの、ローソンあるの知っとるか。知ってますよ、残念ながら。俺半年前ぐらいにね、ハワイに旅行行っとったことあるんですよ。そうなのか。ついでに言うたら、ハワイのローソンってね、24時間営業じゃないんですよね。おほほ、わしそれも言おうと思ってたのに。残念でしたね。何の話だこれは。ゲームに関係ないぞ。こんにちは、はじめまして、テトレというものです。今回はアマキスやっていこうと思います。多分これがテトレっていう子が主人公なんでしょうね。じゃろうの。はあ、マイリス1コメント0か。なんか刹那圭介の動画みたいじゃの。いや、バックテトレ様だ、そんなこと言わんといて。確かに俺の最近の動画って結構コメント0の動画多いけどさ、言わんといてね。いや、視聴者のみんなはね、ちょっと俺にコメントするのが恥ずかしくて知ってないだけでね、やろうと思えばコメントするような内容はたくさんあると思うんですよ。いや、どうかの、それは。まあ、初めての投稿なんてこんなもんか。ん？マイリス増えてる。それにコメントも。アッポーズです。続きも楽しみにしてます。おお。嬉しいな、どんな人なんだろう。バッカイドンドドン。なんかログレスの CM みたいになっとる。実況者とヤンデレちゃん、ほーい。もうそのヤッホーってやついらんから、うっとうしい。こんにちは、テトレです。じゃあ前回の続きからやっていきますか。俺のハンドルネームはテトレ、いわゆる実況者だ。実況を始めて5年、イベントに出たり公式生放送で新作を実況させてもらったり、それなりに人気はある方だと思う。公式生放送で新作を実況とか、すごいのかそれって。すごいですよ、そりゃ。つまりね、ゲームの作者のメーカーとかからさ、お呼びがかかったり、そういうことですからね。つまりそれだけ実力を認められてるってことですよ。このテトレってこう5年でそこまで生きるとは、特に不満もない実況者生活のはずなのだが。じゃあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録よろしくね。ふう、昨日上げた動画のコメントも確認するか。またアリがいるかもしれないしな。あれってなんだろうの。さあ、ウポーツ、わらわら、草、牛、テトさん、かわいい。今日も動画アップお疲れ様。いつもより声がかすれてるんじゃないかな。一日中咳もしていたみたいだし心配かも。あったかくして寝てね。寝落ちしたらダメだよ。おお、すげえなこの人。なんでそこまで一日中咳って。なんかすごい一日中監視されてるような気がするぞ。
これおかんかな、家族のコメントかな。家族見てるのか。ややな、家族にこういうコメント、お母さん頑張ってる姿見てるよみたいな感じのコメントされたら嫌やな。はあ、なんで俺が一日中咳していたことを知ってんだよ。コメントだけじゃなくてツイッターも全部いいねしてくる鍵垢がいるし、日常生活でも何か監視されてる気がするんだよな。でもそれだけじゃ警察も動いてくれないよな。どうするか。うん、戦争を起こそう。戦争を起こしちゃダメ。なんだ、俺じゃないぞ。部屋の中を調べてみよう。クローゼットは最後の方がいいかも。それ絶対クローゼットにいるよね。クローゼットの中にいるよね。たけしが。たけしはいない。青鬼じゃないよこのゲーム。でどうする、どこから調べる。クローゼット行くぜ。クローゼットは最後って言ってたやろ。知るか。クローゼットオープン。ここから音がしたような。よし、あ、開けないでください。やっぱりこの中が、何してるんだ、出てこい、たけし。だからたけしじゃない。あわわわわわ、たけしじゃないぞ。だから言ってるじゃろ、このゲームは青鬼じゃないって。隣人の病院谷さん、そうか、ストーカーはあんただったんだな。俺の動画に君の悪いコメントをつけて。違います。喋り方が最近のギャル。嘘つけ、警察に突き出してやる。いや、でも証拠がないですよ、証拠。いや、今あんたが俺の部屋のクローゼットに入っていたことがもう何よりの証拠だよ。そうじゃそうじゃ、現行犯じゃ、現行犯逮捕じゃ、令状なんかいらんぞ。この状況が何よりの証拠だろ。しかし、ここは完全に論破してやってもいいかもしれない。俺は 3D ゲームだって実況してきたんだ。弾丸論破だって最新作まで全部したんだし。あのテトレ君、弾丸論破ってさ、第一週までしか実況しちゃダメなんだぜ。え、そうなのか。そうなんですよ、弾丸論破作ってるメーカーの方が明確にここまで実況していいですよみたいな、そういうコメントがありましてね、第2章以降は実況しちゃダメなんですよ。実況したら多分モノクマが成敗しに行きますからね。そうなのか。じゃあこのテトレ君ってやつ、実況者失格じゃの。そうですね。でもリアルでうまくできる自信ないな。ごめんなさい、私帰ります。ああ、玄関はあっち。うふふ、さあ私の部屋で暮らしましょう、ずーっと一緒にね。うわー、女の子って怖ー。ゲームオーバー。部屋をいろいろ調べるといいかも。あー、ゲームオーバーじゃの。だからバックセブン神様さん、最初にクローゼット調べちゃダメって言ったのに。お前がやったんだろ。一富士二鷹三たけし、今度はちゃんとクローゼットに最後にするよ。わかりましたよ。じゃあとりあえずこの左の方の光っとるやつが気になるでしょ、そっち行きますわ。お、そうじゃの、そっから半時計回りに行って最後にクローゼットじゃの。そうですね。スマホが充電されている。充電切れてスマホは使えない。今使えるコンセントがここにしかないし、しばらく動かせないな。ひらめき、スマホは充電中を得た。こういう情報を得ていたら何かあるんかの。どうなんでしょう、このゲームのシステム、まあ論破らしいけど、その論破の情報になるんかな。どうだろうの。小学校の卒業アルバムがある。母さんもわざわざ送ってこなくていいのに。ん、なんだろう、他のクラスと比べて何か気になる気がする。ひらめき、卒業アルバムを得た。論破に関係あるんかの。いや、今のところ関係なさそうに思うんやけど。飲みかけのワインが置いてある。ワイン好きなのか。ワインか。ワインってちょっと苦いけど、なんか癖になる味ではあるんよな。実は隣の人からもらったものだ。お土産でもらったけど、お酒って匂いだけでも気持ち悪くなるかなと言ってたな。ひらめき、お酒が苦手を得た。臨時の情報いらんじゃろ。確かに、なんで隣人の人がお酒匂いだけで気持ち悪くなるって情報が出てくるのか。そんな情報絶対いらん。こっち側ではない気がする。
てかこの人パソコンに2台持ってるんじゃ。てかパソコンな部屋のど真ん中置くかね。普通端の方じゃよの。俺も部屋もそうやし、大概の人は端っこの隅の方に置くもんやけどさなんでこんなど真ん中にドーンって置くかな。ナルシストの部屋じゃの。このパソコンで実況を撮ったり編集したりする。ゲーム機、パソコン、録音機器、そして防音に作れた部屋、実況を撮るには最適だ。ノートパソコンだ。ネットサーフィンはこっちでよくやっている。パソコンが2台あると収録とエンコードが同時にできて便利だぞ。本棚だ。ファイルや漫画で小説がいっぱい。あ、何か挟まってる。手紙？ひらめき、かわいい手紙を得た。かわいい手紙って何？ラブレターだ。わ、この主人公、わ、リア充だな。わ、リア充爆発しろ。ヤンデリに脅しめられて死んじまえ。すごいこと言ってる。せつのけいすけ、リア充には厳しい。本棚だ。次に実況する予定のゲームが入っている。このギャルゲー結構面白いらしいんだよな。引っ越して離れ離れになった幼馴染が帰ってくるところから始まるらしい。ま、そんなドラマチックなこと、ゲームの世界だけだよな。なんか悲しいの？悲しいですね。でかいが、熊のキーホルダーだ。キーホルダーなの？いや、ぬいぐるみだろ、これ。どう考えてもぬいぐるみサイズやけんな。こんなキーホルダーつけてさ、街中歩いてみ？うわーってなるわ。コントの世界だよ。もうコントの世界だよ。俺がアイコンとして使っていたオリジナルキャラがグッズ化したものだ。しかし、5年前は実況者関連のものがグッズ化されるなんて思いもしなかったよな。すごいの、これ。だいぶ人気は実況者なんじゃの。そうですよね。わー、俺もなんか、俺のグッズとか販売されんかな。刹那圭介 T シャツとかさ。そんな誰が着るんじゃろうの。テレビだ。下の棚にはレトロゲーム機から最新ハードまで取り揃えてある。ここでよくフマブラを友達の友人の実況者とやったりするんだ。リアルだとやる相手はゲーム実況者のヤム。そうですね。俺も実はリアルで一緒にゲームする友達はいないです。ゴミ箱だ。なんもないんかい。家具屋のネトリで買ったベッドがある。げっ、枕に髪の毛ついてる。しかも黒ロングの。もちろん俺のじゃないし、女性をこの部屋に入れてもないし、これは恋の始まりですね。どこが童貞の男っていうのはそういうもんですよ。残念ながらね。はっはっはっは。おメニューあるんじゃの。ちょっとX キー押したらメニュー出てきました。ひらめき、ゲーム終了、セーブ、設定、セーブしときますわ。よっしゃー、全部調べてけん、ちゃんとこれでさ、行くぜってコメントが出てましたよ。よっしゃ、行くぜ。でもセーブ。セーブさっきしたのね。病院谷さんの言い訳に合わせ、正しいひらめきをクリックオアタップしてぶつけよう。間違えるとゲームオーバー。バトルスタート。そう、昨日はいい感じに酔っ払っちゃって、間違えてここに入ってそのまま寝ちゃったんです。昨日はいい感じに酔っ払っちゃって、絶対一人お酒が苦手じゃん。あ、でも寝たってことはさ、黒い髪の毛って、え、どっちだこれ。テトレグッズではないわ。テトレグッズに酔っ払う要素ないわ。いや、なんか甘いのキモさに酔っ払ったとか。いや、甘いのキモさってかわいそうだろ、このテトレ君のグッズなのに。というわけで、お酒が苦手なのか、いい感じに酔っ払っちゃってって出てとんで、多分お酒の方だと思うんですよね。そうかもしれんの。まあ、黒い髪の毛の方は、まあ、後に出てくるんじゃないかな。じゃあ、お酒の方を選びます。おう！いや、お前、あんたはこう言ってて、こう言って俺にワインをくれたはずだ。お酒は匂いだけでも気持ち悪くなるから、ってな、飲んでない。飲んでって言ったけどさ、飲めん、あ、そういうことだね。おお、そういうことか。そんなあんたがいい感じに酔って部屋を間違えると思えない。あ、いい感じの方だったん。あ、そっちか。もうちょっとややこしい。ちゃんと考えないかんの。ええ、これが論破か。
そうです、これが弾丸論破システムですよ。見せましょう節系論破を。確かに白服でこの部屋に入ったのは認めざるを得ません。認めました。なるほど、これ論破すればこう相手が認めてこうベラベラ喋るんじゃの。でもあなたの動画とかのコメントは全然知りません。あなたの言うストーカーと私は無関係です。あら、ストーカー、動画とかコメントのことは知りません。これはどっちだ。これなんか動画とかコメントとかの話出たらテトリグッズちょっと気になってくるの。いやでも関係ないんちゃう。 でも黒い髪もなんか関係なさそうな気がするんよね。動画のこ、あ、でも動画のコメントの中にさ、あの一日中監視しとったような名前あれがあるけどさ、それを知れとるのは部屋にいたから、でその部屋にいた証拠として黒い髪の毛があったぞっていうのを提示できるんじゃないですかね。おお、そういうことか。じゃあやっぱ黒い髪の毛か。やってみましょう。いけ。あれ、あれ待ってくれ。ドスン、違うじゃん。でもさ、こっから手取りグッズってどう繋がっていくん。わしには分からん。俺にもです。まあ選ぼう、これしかないし。ほう、実況に興味がないのならそのカバンについてるのはなんだ。いや知らんがな、その説明聞いてないからな。いや知らん、ほんと知らん。ピンク、もしかしてさっきのクマと一緒なのやつ。てか曜日だよこれ。テトレくんか、髪の毛が。あ、確かに髪の毛一緒じゃん。なにこの子、テトレくんグッズ持ってるのか、それとも自作。自作だった、女子力高いぞこの子。はっ、それはテトレのオリジナルグッズだ。しかも50個しか使えなかったイベント限定版。よっ、もうコアな班じゃん。もうこれネットでヤフーコードとかで転売されてもおかしくないレベルのレア度だな。50個って、手に入れたくても手に入れられないファンがたくさんいるはず。それをぶら下げて俺の動画を知らないとは言わせないぞ。いや、いいやん、見た目が気に入ったけんちょうだいって言ったらいいよって言ってくれたかもしれんやん。いや、そう、ファンがさ、自分の好きな実況者のグッズとかホイホイと人にあげるかの。まあ知らんけど。そうです、私はあなたのファンでつい部屋に忍び込みました。忍び込むことまで言っちゃった、認めちゃったね。でも何もしないですから、ここ来て即クローゼットに入りました。いやさ、逆に言うって、逆にさ、ここにさクローゼットまで張り込んで逆に何もせんのはさ、おかしいじゃないかな。そうじゃ、それじゃクローゼットに入る意味もないじゃろう。でここで黒い髪の毛が、あ、そうやな、クロー、そのままクローゼットに入ったんだったらベッドの上に黒い髪の毛が落ちないわな。絶対この子をベッドの中に入り込んでハスハスしてただろう。変態じゃん、ここまで来たら変態じゃん。それは違うぞ。本家の弾丸論破みたいなこと言い出した、それは違うよみたいな感じで、多分今頃さドスーンって弾丸が飛んでることでしょ。俺はさっき枕に黒い髪の毛がついてるのを見つけたんだ。つまりあんたは枕で何かしてたんじゃないか。そ、それはこの部屋に来た別のだ、誰かの。あんなに長い髪の毛をした知り合いはいない。それに俺の部屋には実況者以外誰も来ないこと、お前なら知ってるんじゃないか。さらっと長い髪をした知り合いはいないって、女の子の知り合いはいないって言ってるようなもんかもしれんの。もうダメ、ごめんなさい、枕クンクンしてました、変態。ま、童貞だったらそんな枕クンクンしてる女もストライクゾーンに入っちゃうけどね。入るのか。俺は入らんけど。フィニッシュ、やっと認めてくれたか。いいからさっさと出て行ってくれ。それとストーカー行為は今すぐやめてくれ。ふふ、テトレさん、今の状況分かってますか。開き直ってきたぞ。どうする気だ。なんだ、あんまり変なことをすると今すぐ警察を。できるんですか。何を。はっ、セーブ行こう。あっ、相手の反撃が来た。向こうから論破してくる気じゃの。論破返しじゃ。誰かに助けを求めるのはなんかは簡単だ、スマホを使えば。待てよ、
そうなんよな。スマホは充電中なんよな。実況にいい環境で大声出してもダメですよって言うことが。なるほどの。でも今回はスマホ。スマホが今手元にない。ベッドの横で充電中だ。そうですよ。まあ簡単には取らせませんけど。やばいね。多分この子自分の好きな人のためだったらさ、運動神経3倍働くタイプやね。よくあるの、そういうアニメでよくあるやつやぞ。くそ、いや大声を上げれば誰かが。そうなんだよな、実況にいい環境、音が響かんやつだよな。そう、そうだ、俺がこの部屋に引っ越してきたのは気兼ねなく実況ができる環境だったから。でも隣人がいるってことはアパートなんじゃろぽいけどね。なぜかそれでも防音対策できとんよな。誰向けのアパートやねんって話だけど。つまりここは防音に優れている。その通り。このその上ここは角部屋で、隣は私の部屋。もちろん今は誰もいません。叫んだところで誰が来るんでしょう。フィニッシュ。あかん、論破され返したぞ。しまった、どうしよう。病院谷さん、何が目的なんだ。俺はただのしがない実況者だぞ。私はただあなたに思い出してほしいだけなんですよ。思い出してほしい。思い出す。なんか過去になんかあるパターンのやつか。そうみたいやの。ふふ、きっと何かを見れば思い出すんじゃないですか。そう、あれは小学校の頃。あ、そういえばアルバム。そうですよ、卒業アルバムって確か小学校のものじゃん。ここで出てくるんだよ、卒アル。そうだ、卒業アルバムを見て俺は何か変だと思った。俺のクラスだけ他のクラスに比べて一人少なかったんだ。休んどったん。卒業直前に誰かが引っ越したから。その通り、転校する子から何かもらってるんじゃないですか。いや、これさ、可愛い手紙なんだろうけどさ、もしこっちを転校した幼馴染って言うたら選んだらどうなります。もらったものが幼馴染って何だそれ。わかりませんね。幼馴染から幼馴染もらうってどういう環境やね。ちょっと頭の中で整理したら、妄想したらよくわからん状況になってるね。まあ手紙選びますわ。そうじゃの。手紙、そういえば手紙もらった。可愛らしい便箋だったのは送り主が女子だからか。そうですよ、私手紙の内容完璧に覚えてます。肌ねばらになっちゃうのは寂しいけど元気でいてね。私絶対にまた帰ってくるから、その時はよろしくね。絶対に忘れないから。わで、帰ってきた結果がこれかよ。病んでるって怖いの。そうですよね、離れ離れにあったその先、転校した先でさ、何か新しい愛を始めとったらよかったのに。ねえ、もう思い出したでしょ。わからん。いや、思い出せ、今のは思い出せ。そうじゃの、転校したその道じゃの。ああ、そうか、なるほどな。そうか、君はフィニッシュ。あー、病院谷さんか。いや、なんか打ち解けてるような喋り方になってるぞ。いや、ダメだ。でも相手はストーカーだぞ、お前。騙されるな。幼馴染だと思って騙されるな。いたわー、卒業直前に引っ越しちゃった人。みんなで、ね、もう少しだけでも入れればいいのにって喋ってた覚えてる。もう友達みたいな会話やん。もう慣れきったような会話するんじゃないわお前。はい。そんな反応なんですか。マンションの隣人が実は10年以上前に転校した幼馴染だったんですよ。そんな旬の過ぎた芸人を久しぶりに見た時みたいな反応なんですか。うん。あー、まあそうかな。嘘でしょ、こんな覚えやすい名字なのに。ラブレターも書いたのに。いやー、クラスのみんなにあげたのかと思って。そんなわけないですよ、ありえないです、幼馴染ですよ。甘キス実況で幼馴染攻略してたくせに。病院谷さん、
最近のゲーム実況者は再生回数目当てて人気のゲーム、果てを言うとあんまり興味ないけど人気が出そうなゲームを選んだりするんだぜ。そんなこと言っちゃダメ。いや、みんな実況者はみんな自分が好きでやってるから、好きなゲームをやってるから。いや、わかりませんよ。再生回数稼いだらお金が入るシステムだけどね。最近は再生回数を稼ぐために注目度の多いゲームを実況してる、そういうスタンスの実況者もいるかもしれませんよ。そんなこと言わないで。実況デビュー作の話はしてないで。っていうか、俺あなたと親しかった記憶ないし、幼馴染っていうか元クラスメイトだよ。そんな。いや、そんなに叫ぶことじゃない。というか、仮に幼馴染だったとしても黒髪幼馴染って負け属性だからやめた方がいいと思う。いや、そういう、もうそういう理由。いや、黒髪の幼馴染って別にいいじゃん、可愛いけど。まあ、幼馴染って最終的に主人公と結ばれないっていうのはアニメの定番ですからね。ま、あ、これはやばいやつです。やばいやつが入ってきますよ。あ、ごめん。小学校の頃からずっと好きだったんです。あなたのことを忘れられずに生きてきた。でも5年前に再会できたんです。耳を疑いましたよ。たまたま見た実況動画、声は変わっていたけど愛の力で分かった。あなたの実況動画なんだって。それからずっとコメントや広告で応援し続けたんですよ。友達にも広めてあげた。あなたはいつしか人気者になれた。どんどんいろんな人に囲まれていくあなたを見て私は焦りました。もっとあなたの近くにいないと私は あなたは私を忘れてしまうって。だから私、あなたを隣に引っ越してきたんです。めっちゃ早口。多分そんな感じ。ヤンデレってね、もう自分の気持ちを伝えるときはめっちゃ早口なタイプですよ。なんで住所。時々実写動画を投稿してるじゃないですか。日差しの角度や間取りで住所を割り出してました。東京住みってことは公表してましたからね。そんなことできるのか。ひえ。でも今までの気持ち全部空回りしてたみたいですね。あなたは私のことなんか完全に忘れていた。それなら私、あなたに私を好きになってもらいます。どうしよう。あ、これ受け入れることもできるんじゃ。ああ、なるほどの。でもこんなのを嫁にしていいのか。嫌だな俺は。どうしようかな。どっちから見ます。バクヤカメ様さん選んでいいですよ。そうじゃの。まあ先突き放す方を選んでみるか。そうしますか。そうしましょう。突き放す。いや、そうやって無理やり人の心を変えるのは良くない。俺は気持ち、君の気持ちには答えられないよ。ストーカーとか生理的に無理。きっぱり言ったら。生理的に無理って言葉は言われたらどんなにショックなことか。わかりました。それなら好きになるまで一緒にいればいいんですよね。ポジティブ。いや、これポジティブ言わん。おお、なんだここは。めっちゃメルヘンな部屋。私の部屋ですよ。今日からここがあなたのお家。もう一生ここから出なくていいんです。はっ、何言ってんだ。出してくれ。明日も仕事なんだ。仕事やってるんだ。実況者が仕事じゃないんじゃの。すごいな、この。ちゃんと仕事やってるなんて、俺とは段違いだ。俺も仕事やってるけど。私がずーっと養ってあげます。どうしたの。掃除、洗濯、買い物、あなたが言えば何でもしてあげますから。わっ、羨ましい。いいな。いいのか。いや、だっていいじゃないですか。俺、つまり主人公あれ、テトレ君、もうゲーム実況だけしていれば、楽しいことだけしていればいいんですよ。それ、めっちゃいいじゃないですか。あなたの仕事は、ここで私を愛すること。却下。そこだけ。冗談じゃない。帰らせてもら。あれ体に力が入らない。薬、効いてるみたい。これからよろしくお願いしますね。助けてくれー。陰夢が入っている。陰夢が、真夏の夜の陰夢。バッドエンドじゃないか。あ、でも考え方に
考え方を変えてみよう。つまり自分の身の回りの世話は全部やってくれるってことは好きなことに専念できるってことだ。それは考えたら実況者としては結構グッドエンドじゃないだろうか。そんなことが考えたりしております。いやダメ、騙されるだ。ここさ、受け入れると突き放すの選択肢だったけどさ、もう突き放すの方を選んだ時の選択肢の内容ってさ、ぶっちゃけ受け入れざるを得ないの状態だったよね。確かに、もうどっちにしても受け入れるような感じなんだろう。これでさ、受け入れる選んでさ、やっぱりダメですとか相手から言われたらちょっとショックよね。確かに。いや、下手に刺激しない方がいいかも。それに、この子結構可愛くないか。ちょっとありに感じてるタイプだね、これは。いや、見た目だけで騙されるな。ヤンジェルだぞ、ヤンジェル。付き合ったらストーカーもやめてくれるかもしれないし、そういう問題なのか。病院谷さん、俺と付き合わないか。なんか、立場が逆転してない？なんか主人公の方がガツガツ言ってるような感じになってる？え？ダメなのか？ダメじゃないです。わあ、ここだけ見たら結構可愛いし、どっちかって言ったらこっちから心痛いような、そんなレベルの女の子だけど、これがヤンデレなんて信じられないな。これからよろしくお願いしますね。これあれじゃろ、こう油断させておいて隙があったら逃げるパターンじゃろ。そうだと思うけど。それでさ、あれから病院谷さんのストーカー行為は収まった。今じゃあ毎日のように料理を作ってくれたり家デートをしたりする仲だ。彼女になってみると病院谷さんは可愛らしい女性だった。俺にはもったいないくらいに。ねえ、明日は水族館に行きませんか？ああ、明日はダメなんだ。イベントがあるから。イベント？そう、マカロンさんとかと一緒に、まあトークイベントみたいな感じかな。その方、人気の女性歌い手さんですよね。そうだけど。わかりました。よかったらそのイベント行ってもいいですか？ああ、いいよ。一般参加型になっちゃうと思うけど、大丈夫だよな。はい。私にもそのマカロンさんを見てみたいですから。それ収まってないね。絶対ヤンデレの要素収まってないよね。それストーカー的なところも。てか完全に受け入れちゃったよ、もう。もう彼女として受け入れちゃったよ、もう。ハッピーエンド。終わり？終わりみたいですね。どっちにしてもまあ付き合っちゃうんじゃの。そうみたいですね。ただね、俺は言いたいことが一つあるね。なんじゃ？まあヤンデであろうとなかろうと、女の子から恋向けられるっていうのは悪くないもんですな。